こんにちは。モノクロネガフィルムの現像液の定番といえばこれ。コダック D76。 1927年に発売になった古典的な現像液で、現在まで多くの人々に愛されてきた人気の現像液です。まさに業界標準の現像液と言えるでしょう。D76 は粉末タイプの現像剤です。50から55度の温水に粉末を溶かして現像液を作ります。パッケージには原液の現像時間と1対1希釈での現像時間が書いてあります。ということで、今回は D76 現像液を使ってみますと思ったんですが、なんとこのパッケージ期限切れでした。ということでプラン変更。 D76 を自家調合して作ってしまいましょう。用意するもの、無水亜硫酸ソーダ、メトール、ハイドロキノン、放射。1リットルの現像液の分量はこのようになっています。今回は 500ml の現像液を作るので、分量は半分になります。無水亜硫酸ソーダを 50g、 メトールを 1g、ハイドロキノンを 2.5g、 放射を 1g、 55度くらいの水を用意しておきます。できた温水 325g くらいビーカーに注ぎます。マグネットを入れます。マグネチックステアラーのスイッチをオンにすると、中のマグネットが回転して水を攪拌してくれます。最初は無水亜硫酸ソーダ 50g から1スプーンだけすくってビーカーに投入します。これにより次に入れるメトールの酸化を防ぐことができます。溶けたらメトールを投入、溶けたら残りの無水亜硫酸ソーダを投入、溶けたらハイドロキノンを投入、溶けたら放射を投入、冷水を現像液が 500ml になるまで注ぎます。最後にもう一度攪拌して、自家製 D76 の出来上がりです。攪拌用のマグネットは取っておきます。僕はできた現像液はワインボトルに入れてバキュビンで蓋をして保存しています。今回はさらに D76 の改良版 D76H も作ってみました。 D76 は数ヶ月経つとハイドロキノンがアクティブになって、コントラストが変わってきてしまうという欠点がありました。D76H はそのハイドロ機能を省略し、コントラストが変わる問題を解決しました。D76H は D76 と同じ現像時間で現像できます。1リッターの現像液の分量はこのようになっています。D76H は無水亜硫酸ソーダから投入し、 D76 の時のように同じように混ぜていきます。
というわけで D76 と D76H の2つの現像液ができました。 D76 だったらやっぱりコダックトライ X ですね。カメラはライカ M2、 レンズはズミクロン 50mmF2 です。 D76 と D76H 比べてみましょう。最初が D76 です。そして D76H です。ほとんど変わらないですね。 D76H で何枚か現像してみました。標準現像液の王様 D76、 今回は D76 を作ってみました。現像液を自分で作れば使う分だけ作れるので、使用期限を気にする必要もありません。いつも新鮮な現像液を使えるというのはいいですね。 D76 の自家調合おすすめです。